北村匠海、山田裕貴、吉沢亮。東京リベンジャーズ2決起集会イベント。2021年公開の東京リベンジャーズの続編、東京リベンジャーズ2、血のハロウィン編、運命が4月21日、決戦が6月30日より公開されます。それに先立ち、3月2日に花園神社にて決起集会イベントが行われ、キャストの北村匠海、山田裕貴、吉沢亮が出席しました。東京リベンジャーズ2、始動、今の気持ちは？僕は、1をやってる時に、ここまでは描く義務があるなと思っていましたので、2人がイエスと言ってくれたからこその、2、だと思ってる。匠海っちの思いはものすごく嬉しいです。でも、1の時に、これで終わってもいいっていう全身全霊感は僕の中にはあった。作品として、1より面白くなければならないし、それには自分たちを超えなければならない。でも、このメンツが揃ったらできるだろうなって思いもあったので、どんな作品になってるのか僕も楽しみです。よく集まったなっていう、他の現場でも主演張ってるような方々ばっかりなので、現場でスケジューラーさんが一番大変そうで、でも、1を超えるっていう熱量でみんなやっていたし、新キャストの3人も素晴らしかったですし、確実に1を超える作品になっていると思います。前作の反響は？ヤンキーのイメージがこびりつきましたね。初めてお会いする役者の方とか、現場に行くと、大体やんちゃに見られることが増えて、それだけ影響があるんだなと。続編が決まった時のお気持ちは？正直言うと、出し尽くした感はあった。続編があると予想はしてましたけど、本当にやれるのかな？という、プロデューサーに、続編あったらマイキーは別の人でお願いしていいですか。冗談でそんな話もしてて、実際やるってなって、プレッシャーはありましたね。自分の炎の限界ってわかるじゃないですか。それを燃やしきった感じはあったので、でも、現場に入ってみんなのお芝居を見てると燃えてくるんですよ。このメンツとやったら、こんだけ熱くなるんだというのをすごく感じながら撮影できたので、だから、あってよかったと思える場所でした。勇気が言ってましたけど、火をつけ合ったのは2人なので、僕も含めて、着火し続けるぐらい芝居に刺激をもらうことは多かったですね。